屋根と外壁の塗装工事を施工する。外皮部は雨や風、気温の変化の影響を直接受けているところなので、住宅全体に影響がある。定期的にメンテナンスを行う方が良い。住宅の長寿化を図りたい最も大切な部分だ。コーキングは DIY でも行える。施工場所によってコーキング剤は違ってくる。お風呂やキッチンの水回りに合うタイプと外壁に合うタイプがある。これから外壁のコーキングの施工を見る。今日は晴天だが暑くてたまらない。塗装前に防水工事のコーキングを行う。2人で1日作業だ。業務用の材料を使う。外壁のコーキングはお風呂やキッチンなどの室内のコーキングと比べて難易度が高い。コーキングの全面打ち替えは専門業者に工事を依頼した方が施工不良のリスクを減らすことができる。外壁のコーキングは高所での作業も多い。安全を考慮すると DIY での作業は部分補修程度で行う方が良い。
Thank you.
材は施工箇所によって種類が異なる。適切な材料を選ぶ。外壁のコーキングは変性シリコン系コーキングを使う。変性シリコンは必ず上からの塗装を行う。撥水性に優れたシリコン系のコーキング剤を使用すると塗料を弾いてしまうので施工不良となる。シリコン系のコーキング剤は外壁には使用しない。しかし撥水性と耐久性に優れているので主に内部の水回りで使用される。お風呂やキッチン、洗面台などの水回りのコーキングはシリコン系のコーキング剤を使用する方が良い。水回りはカビが発生しやすい。必ず防カビ剤入りのコーキング剤を使用する。